はい、ちょいき太郎です。あの、まあ、障害の方のね、ことが、まあ、X 上ポストで結構話題になってますね。イオンで車椅子のことがどうのこうのっていう話になって、私そのことに触れるつもりはないんですよ。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、これ見てて思うのは、おそらく、その、言葉だけ見ると、言葉だけ見れば、障害も健常も関係ないですよね。例えば実際会えば、 車椅子の人とか、杖をついてる人とか、そういう人を見,て見たら、多少のことを言われて、と言うことは、まあんまりないと思うけど、そこであんまり揉めることはないんだけど、文字だけで言ったら、障害持っては思ってなんかあろうが関係ないですよね、言葉は。なんで、やっぱり、あのー、そうなると思いますよ。ただ、まあ、みんながみんなじゃないんですけど、やっぱり、その、 自分は、そういう車椅子だったら体が不自由だから優先してくれっていう主張する方もいるわけですよね。いる方もいるし、そうでない方もいる。ね。だからそれは人それぞれです。結局、怒りっぽい人、優しい人、丁寧な人、親切な人、意地悪の人って、健常者の人たちもいるわけだから一緒なんですよ、それは。だけども、良くも悪くも、この、障害持ってます。だからこうって言うと、 見えてない。障害者を縦に取って、障害を縦に取っていってんのかっていうふうに取ってしまいますよね。やっぱり。我々は。うん。そういうふうに見てしまいますよね。だけど、どっかで、うん。ここがもう合わないところで優、優先してもらえるべきだと思う人と、我々は、障害を持っている人と、はっきり言って接触してないです。小中学校と。 私も大人になってからって、刑務所見、行ってからとか。あ、そうなんだ。私はたまたまお、おじいさんがそういう足の不自由な方だったんで、なんとなくそこはわかるんだけど、でも、面倒見たりどうこうしたりとか、そういうことをしたことはないので、苦労はわからないわけですよ。はい。まあ実際、家から出ないで仕事やってた人なんで、その、 もう今だったら結構、結構重度、重度です。まともに歩ける形じゃないので、もうまともに歩ける形じゃないので、それはある、ある、あるんですね。私も今、行き交う近所の方で、あの、車を乗られてるんだけど、もう明らかにもうこの両方の杖で、ものすごいゆっくりじゃないと、あのー、移動ができない方がいて、申し訳なさそうにするんだけど、その、でもやっぱり、 どう見てもやっぱり客観的に見たときに、ええー、言葉を選びますけど、その複雑な動きをされるんで、あっと思っちゃう。やっぱり通常と違うから、でも私はその年齢もあるし経験もあるし、それを変とは思わないようにはなってます。でも子供たちから見たら、りそういうことを初めて見るこう人にとってはええみたいに思っちゃうんですよね。で、 歩くのも一生懸命、真剣に。本当に荷物持って、もう一歩間違えればこ、こあの、落としたりするけど、そうすればそうするで迷惑かける、真剣な顔になればなるほど、もう滑稽に見えてしまうという現状があるわけですよ。だから私はそれを知っているから、そういう人たちを表現するギャグは嫌いなんですよ。そこを小馬鹿にして笑いにするようなのは、それを見てるからですね。私が幼少の時から。 でもそれって手助けすることもできないんですよ。やっぱり今手助けしたところで毎日毎日その人はその行為をするわけですよ。ね少しずつできなくなっていくのが年齢を重ねればできることではなくなってくる。今はそれを歩けても車に乗れてもできなくなっていくっていうことは私はその瞬間だけで感じ取れるから、でもこっちは見守って挨拶して行くしかないわけです。 でも、そういう人たちをそこに見てれば、その人が多少なんか、どいてくれって言われたって腹は立たないんですよ。どいてって言われても。あっち行ってって言われても多分腹立たない。ところが、そうじゃない状態で、言葉だけどけとか、なんだって言われれば、そりゃね、そうなるのは当然です。だけども、体が不自由な方は、自分が今も体が不自由なんで、不自由だという前提で文字を書くわけですよ。 だけども、見てる方はそれは分からないんで。で、ここに層が生まれるってことだと思うんです。で、これは、本当にもう、その、そういう、もう実際学校教育で、その人たちと一緒にって言っためちゃくちゃ大変です。そっち中心になっていかなきゃいけないんで、やっぱり。 全てが遅くなります。移動を、着替え、給食も、一人でもその子がいれば、やっぱりそっちに合わせるとなると、これはこれはなかなか大変なんですよ。それ綺麗事じゃないです。私も現実社会では、それは痛感してるんですね、実はね。まあ、そのことは、もう次の動画でしようと思いますけど、まあ、ちょっとこれは、あの、連続していっちゃうと話がぼやけちゃうんで、いけないんで、今回の一つの、その、えー、障害持ってる人たちと、 意見がぶつかり合って、ああでもこうでもって、私はここのところにどうこう言うんじゃないけど、その理屈はそういうことじゃないかな。文字の中の発信だからこういうことが起こりうるんだなっていうことは思うんですね。で、なんでここははっきり言わないかってったどっちなんだって言われるのが嫌なんですよ。どっちでもないんですよ、それは。どっち側なんだって、こっち行けばそっちじゃない人から誹謗中傷がする。こっちから言ったらこっちは誹謗中傷が来る。もうこれって本当にもうずっと最近こればっかりなんですね。どっちなんだどっち派なんだ うん。もう、わざと私やってるんですけど、結局。まあ、あの、もうこういうとこに、ね、こういう時に引用するんじゃないって言うけど、やっぱりジャニーズの件もそうです。ジャニーズ論争の時どっちなんだっていう話にもなるし、えー、まあ、ビッグモーターはどっちもないし、宝塚もないけど、松本さんの擁護派否定派。 で、私はたまにこっち意見変えてると意見が変わったなとか。いや、わざと変えて言ってるわけですよ。話題がなくなったら、話題なんかなくなりますよ。当たり前の話なんですよ、それを。その話題がないところを無理やり持ってって話題にしてるっていうところもありますけど、でも、そう、今回のことはどっちなんだじゃないですよね。うん。要は、その、車椅子を、 使う側の、でもここでも違う。車椅子を使ってる側の一部の人の意見と、そうでない人の意見、そこでも分かれるから、これどっちなんだっていう風ではないんですね、また。うん。そうなんですよ。だから、この私のコメントでも見れば分かりますけど、ああ、こういうこと言ってるんだ。でも実際あったらそんなことじゃないんすよ。前ね、あって誰とは言わないけど、もう数年前でもやっぱりすごい攻撃的なことを言う人がいて、 まあ、ある私の次第が、じゃあ,あ、会って話そうかって言ったら、いや、車椅子だった。いや、そんなもんだ、ね、何にも言えるわけないじゃないですかって、もう。いや、もう押したら倒れちゃうんですよ。だ、けど、文字、文字とか言葉だけの応酬はすごいんで、いや、そうなんだったんですよっていう話で、ああ、なるほどね。あ、そういうことね。うん。 いや、だからどうじゃないけど、まあ、結局、私よく言ってるように、いくら例えば、お、お、とたけさんごい、毎回毎回出して申し訳ないですけど、おとたけさんとなんかね、意見が食い違った、こう、YouTube でもこのスでもこう、論戦してどうのこうのバカ野郎許せないって、あの方見て、殴れますかって話したの無理なんですよ、絶対に。あの人に手出せ、出せるような人は、何があって、あった、あったとしてもですよ。あの人に手出して押し倒せるような人間を、ちょっと人じゃないんですよね。 だから私はあの方が最強だと思ってるんですよ。やっぱり。うん。それで毅然として、だって、ものことを言われたりえ、もうこっちが言い返せなくなったからって引っ張たくなんてことは言語道断じゃないですか。ありえないんですよ。だから私はあの人が最強だと思うてるどんなに武道や格闘技の、あの、有段者でもあの人殴れないと思うんですよ、やっぱり。絶対に。だってそんな卑怯な話じゃないじゃないですか。<laughs> はい。ね。 うんだからだ。だから、だけども、知らないで行って、例えば電話とか文字でったら、乙武さんと、やっぱり、ね、いや、言われたらこうってなるけど、あの方見たら、だからそういうことだと思うんですよ。だから想像力の問題なんですね。だけど、だからといって、そうだからって言いたいこと言っていいわけでもないし、他難しい。うん。ね。みんながみんなそういう人じゃないので、はい。 これは、やっぱりそういう角度で考えてみないとって、うん。なんでこんなことでね、あの、揉めてなってるんだって、もうこれも収まらないような感じになって、いろんなところに飛び火して、どん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 話題になっていくっていうね、不思議な現象が巻き起こってるってことです。はい。あそうそう、付け足しで、あのー、これ、何の話かわからないっていうのは自分で調べてください。車椅子炎上、車椅子イオンとかで調べれば出るので、 はい。これは調べてもらった方が。私はそのことに触れたくないですよ。うん。あの内容に。ただ、その障害者の方たちが、えー、健常者の人と揉めているっていう事実を言っているっていうことだけですね。はい。以上です。はい。君たちは私を持て遊んでいるのかなあの、上げたり下げたり。あの、このね、先回の、あの、チャンネル登録っていうことをね、言ったら、 もう一日ね、50人ぐらいババーンと増えて。その後はね、スッと減る。<laughs> マイナスに転じるという。あの、別にチャンネル登録をあれするせ、しないっていう。あ、こういうなんか一人ずつの意思があるんだなっていうのがすごく面白いです。あの、本当に清吹き一票って言ったものはだな、選挙じゃないですけど、本当にこう、なんていうのこう言えばこう動くんだな。 うん。言えばその時は言っでも、また、あ、開けられて捨てられるという、ひどい人生を歩んでおります。以上です。<laughs>